は超 NG プラスのお時間をちょっとだけお借りしてお届けするハイテンショントーク番組です。はい、ということで、本日も、はい、モニターがこっちにあるからね、今日はピクセルちゃんなんだけれども、今日もイレギュラーで、これか今日もイレギュラー一本取りで、こちらのスタジオでお送りします。ということで、無事何事もなくクリスマスが終わりました。何事もなく終わりました。とりあえず皆さん無事なりきれてよかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。というわけで、今日は1日遅いクリスマス企画をお届けします。はい、ということで本日も30分ちょっとお時間よろしいですか。やはりさゆりです。さくらあやねです。さあ、というわけで早速クリスマス企画なんですが、はい、ずっとさ、はい、なんかマジクリスマス予定ねえわ、はゼロみたいなことばっかり言ってて、全然なんていうの、その、はい、みんなに対する何かみたいなのがなかったじゃん。自分のことで手いっぱいですよね。そうそう、手いっぱいで、なんかそのね、クリスマスって言ったらなんかそのプレゼントが何やかやとかそういうのがあるわけじゃない。はい、 ね、そういうのがまるっきり我々なかった。そう、楽しいやつが。そう、誰も、しかも気づかなかった。そういうの。そう。他のね、多分番組とかやってると思うか、はい、わかんないんだけれども。はい、我々、そういうこと、誰も何にも考えなかった。思わなかったです。そういう発想はなかった。そういう発想はなかった。なかったです。はい。すいませんでした。すいません。というわけで、はい、今回は突然ですが、はい、番組からリスナーの皆さんにプレゼントをすることにしました。題して、年末決算大勝負クリスマスプレゼント。ですのでね、はい、やっぱり大掃除とか皆さんはされると思いますので、はい、いらないものがたくさん出てくると思います。いらなくはない。持て余してるもの。持て余してるものがたくさん出てくると思います。はい、そんなもこととは全く関係ないんですが、はい、とりあえずプレゼント企画で。そうなんですよ。全然関係ないんですけどね。別にその大掃除でいらないものが出たとかは関係ない。全然ない。全然ない。そう。プレゼント企画です。そうなんです。皆さんのために。私とさくらプラススタッフみんなで、いらないものを持ち寄りました。はい。ということで。いらなくない。いらなくない。持て余してるものを。はい、お持ちしました。なので早速、はい、紹介していきたいと思います。はい、まず、矢作さゆりさん。こちら。こっちかな。いらないなめこストラップ。持て余しているなめこストラップ。こちら、池袋のゲーセンで撮りました。差し上げまーす。イエーイ。なんで撮ったんですか。これじゃなくて、もっとこう違うやつを、はいはい、違うナメコを狙ってて、何種類かマサルとか狙ってて、はいはい、そうで、いっぱい 5,6 個取れたから、はいはい、何個か伊藤かなえにあげて、はいはい、さらに残ったやつ、伊藤かなえが選ばなかった残り物。いや、それ貴重ですよね。かなえさんが選ばなかった。皆さん、かなえさんが選ばなかったんですよ。一応見てはいた。すごいですよ。見てはいたけど、 それいらないって言われた。そう、そういうものです。差し上げます。素晴らしい。さあ、そして続きまして、さくらあやねちゃん。シノラーからもらった持て余してるやつ。これはいつぞやに、さくらさんにプレゼントされたものをさらにプレゼントするという人として最低の行為をさくらあやねをしようとしております。違います。どう頑張っても持て余すしかなかったの。やめろ。いろいろ使い道は考えたんです。言ってやるな。続きまして、ちゃんこしょう。私ストラップ、ストラップこれちゃんとつけなきゃ。はい、これつけないと。ガンダムのビームサーベル。ベルブン。持て余しているビームサーベル。ビームサーベル。これがめっちゃ楽しいですよね、バイバイ。これ音出ますからね。そうですよ。電池もちゃんとついてくるの。そうですよね。もらったらすぐに遊べますので、きちんと箱に入れてお届けします。はい。はい、続きまして、はい、アモルフィスでしょう。こちらですね。はい。あ、なんかすごいいい感じのやつじゃない？ちょっと。効果っぽい。こちら、品名、イヤホン、はい、状態、中古、はい、コードの曲がり具合によって、はい、たまに音が出なかったりするので、あげます、はい。交換用イヤーピース付属。ということで、EXILE からアモルフィスでしょう。
ました。聞いてください。続きまして、はい、葵ちゃん賞。本当にいらないものを彼女は持ってきました、はい、まず、ね、こちら難易度分野別問題集ウィニングステップ国語3小学6年生差し上げます。ちょっと黄ばんでる。はい、こちら、あ、やってない、使ってないですね。未使用品です。はい、これで、あ、中学受験用って、ま、なってますので ね、 そうですね、皆さん使ってください。さい、そして、こちらが、一番くじかな。一番くじのりんちゃんのなんていうの、ちびキュンキャラ。これはなぜ、あ、ダブったから。ダブったから、あ、ダブったから、ダブったから。そしてこちらもこれ、くじ、これもくじで、くじだな。はい、いなみちゃん T シャツ L サイズ。これは男性欲しい。はい、藤崎ちゃんです。欲しい、欲しい。はい、こちら全部まとめまして、あおいちゃん福袋として、はい、袋として差し上げます。はい、差し上げます。そして斉藤シャンショー。こちらですね、ビンゴカード。ビンゴカードと、3DSLL 用のフィルムです。はい、これが斉藤シャンショーです。これは普通に使える。すごい。これから年末皆さんたくさん遊んでもらえると思いますので、さあ、次々次々次々、うっかりしてたでしょう。はい、またごっそりね、いろいろと、こちら栃木かるた、はい、それからこれちょっと見せられないんですね、はい、裏は見せられないんですけど、イカ娘のバッグ、はい、はい、それから、これナンシー、ラスベガス土産だっけ、これ確かこれナンシーですね、部長のラスベガス土産のナンシー。ちなみに、私はボブを持ってます、これ。私は、私これ同じナンシーを持ってます。はい、私は揃い、桜さんと同じです、私は揃いで、ふわーで、ボブっていう、半裸の男性のやつ持ってて、はい、ってマイクっていう全裸の男性のやつを、ちゃんさん持ってらっしゃいます。はい、私たちお揃いのペンになります。そしてですね、こちら本日の目玉商品。はい、はい、そうですよ。西表島さんのサンゴとガッツリ。こちら、部長が、なんか行ってきたのかな、はい、部長のお土産です。はい、こちら差し上げます。はい、ちゃんとね、プチプチで来るんでね。うっかり部長セット。はい、しまして、こちら全部バッグの中に、ね、詰めまして、はい、送らせていただきます。いますというわけで、はい、以上の、いらないものたちをじゃあプレゼントですね。プレゼントを、ランダムで選んで送りつけます、はい、希望とか書いてくれてもいいんですが、はい、無視します。はい、それを鑑みた上で応募に関する注意はさくらさんしてください。はい、応募は1人1通メールで受け付けます。はい、懸命にプレゼント宛てと明記した上でメールの本文に住所、郵便番号、氏名、そして人には言えない恥ずかしい秘密を書いて送ってきてください。はい、これ書いてないと、はい、ダメです。そうですね、これ最低条件です。はい、応募の締め切りは12月30日までとさせていただきます。はい、30日のタイムスタンプ有効ですので、それまでに送ってくださいね。はい、まあただでやるわけないじゃんね。そりゃ、我々がね、ちょっと弱みを握らせていただかないと ね、 ただではあげませんので、きちんと秘密の一つ、二つ、三つぐらい書いて送ってきてください。お願いします。面白いやつを我々は所望しております。イエーイ。ということで、プレゼンターとのメールたくさんお待ちしております。ヤギ、さくらも、ちょっとお時間欲しいですか。あなたの耳に食物なんか始まりましたね。何ですかこの新しいやつ。こんなんありましたっけ。そしてなんかさくらさんがどっかに行ってしまいました。返せ。え石浜が優勝した時に文化放送で大号泣したって怪しいやつがうろちょろしてきたんで、とりあえず消した。えちょっとよし、こっちか。私レコードとかある。えこっち、こっちですよ。こっち、こっち。え皆さん、前先輩に向かって会ってる。地球戦だ。おかけください。いやー、来ちゃった来ちゃった。いやー、お邪魔します。すいません。いらっしゃいませ。というわけで、はい、本日のゲスト高橋美香子さんです。
に、はい、だとちょうど時間的に。そうそうそう。私火曜日に生放送やってて、うんうんはい、それの大体あの入り時間、打ち合わせの時間ぐらいかな、二人のあのおしゃべりが、はい、二人のおしゃべりが、ずーっとあの、打ち合わせの横の画面からいっぱい聞こえてきて、いつもすーごーうるさいなぁ。ゲストですよ。そう、そうですよ。そう、ま、ゲスト、そうだね、ゲストっていう体は、そうですよ、体は。ゲストじゃない。あ、この番組になってから。そうですよ。そう、お時間的には。お時間的には。うんうん。なんか、初めてのコーナーだって聞いた。そうなんですよ。初めましてのコーナーがなぜか突然始まるっていう。前々からなんとなくね、言っては やりたいねって言ってはいたんですけど。そうなんですよ。そうなんです。現実にやったって今日初めて。まさかこんな、こんなお芝居をすることになるとは。すいません、ほんとに。ちょっと、ちゃんと謝って。お前、この中で一番後輩やぞ。ほんとに。先輩に、先輩に、ちゃんと、ちゃんと。すいませんでした。まあ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 優しい、まあまあ、優しい、すごい面白い、ありがとうございます、ありがとうございます。そんなわけで美香子さんをお迎えしたわけなんですけれども、はい、うん、一応このコーナー、さっきタイトルコール聞いていただいて、はい、まあちょっとお察しかと思うんですけれども、お察しかと思うんですけれども、まあ、一応規則なんで、はい、カバンの中を改めさせていただいて、はい、だよね、だよね、はい、じゃなかったらカバンでしょって書いてこないですみません、それちょっと失礼します、失礼します、いきなり失礼します、地獄のミサーのね、漫画。お好きなんですか？すごい好き。私たちも好きなんですよね。すごい好き。本当？なんだっけ、LINE のスタンプとか。全部ミサー。私も全部。なんか、全部。この間、私の出ましたよね。出ましたよね。チェックしてないまだ。あ、そうだ、そうだ、行った方がいい。トラブリだ。トラブリだ。こういうのとか。私、土下座のゲザー使ってる。わかります、わかります。でも意外と使えないっていうか。にあれ使うとほんとふざけないよ。そうなんですよね。顔を上げた顔が微妙に笑ってるんですよね。あの3段階にちょっと動きがつくんですよね。あれちょっと難しいですよね。なんでこの盛り上がりすごい難しい。すごい、まさか過去顔が出てくるとは。あと、ちょっとじゃあ先生ちょっと失礼しますね。あれあれこれはこれはあれ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 ってあれあれあれそれってひょっとしてあれ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 すいません、すいません、ちょっといいですか？わー本物だー本物だー本物すぎる、え、すごい、わーあーこれってもしかして、もしかしてこれは、生放送ね、火曜日にやってるんですけど、はい、その DVD の1で、書いてないけど、本当は2ね、はい、これ2、これ書いてないけど、これ2なんです、なんとなくわかります、これプリントミスでね、はい、プリントミスで、なるほど、ちょっと入ってないんですけど、はい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 、これ売ってるんでよかったら、おぜひね、素敵、地下球とかでね売ってるんでちょっとじゃあ引き続きちょっと失礼しますね、おお、あれ、髪、あれあれあれここまでこうこう来て、あれあれペラペラ、見せて差し上げてそのペラペラのやつ。これはこれは、はい、これは一体これですね、これ今年の年末ですね、コミケで発売になります、高橋美香子の DVD でいこうの3です。おー
方って、あれちょっと、どこかで見たことは。ヤンキーじゃないですよ。美香子さん。ヤンキーじゃない。美香子さん。あれこれあれしかも、もしかしなんか似たような格好してる。似たような格好してる。ショットする。あれショットするかこういう感じなのないの？こういうのない？私これしか持ってない。あ、じゃあちょっとそれ着ときな。何それ？ちょっと着ときな。これ何それ？これしか持ってない。さくらさんがちょっとそれ着てる間に。ジャージ？そう。ということで。そうなんですよ。さんのDVD。あれ？なんかちょっとなんかこの後ろ姿どこかでうぬ見たことがある。うぬ見る。うぬどこかで見たことがあるこの後ろ姿。メレブ様のほくろ、かっこいいって言え。メレブ様のほくろ、かっこいいでござりまするー先輩いるからバカ、ここでやることで。すいません、私たち、メレブ、ちょっとハマっちゃった。すいません。じゃあ、私も好き。あ、よかった完璧おめでとう。私今日メレブ、今日って言うとメレブなんです。すごいメレブカットメレブカットそうなんです。メレブカットなんですよ。美容室でメレブにしてくださいって言ったらこうなっちゃって。そうなんです。ほくろつけなきゃ。ほくろここにしかないんですけど。移動してきた方がいいです。ほくろかっこいいでござります。かっこいいって言え。メレブ様のほくろ、かっこいい。美香子さんが。もうちょっと DVD やれんよ。そうですよ。というわけで、発売するわけですけども、はい、あ、そうそう、でね、これお揃い T シャツですよ。そうなんです。私、手作りなんですよ。そうなの。ですよね。作ってもらったの。ですよね。ちょっとメレブ並ばないでくれる。なんでですか。そうなんですよ。かわいい。自分で私が書いて、で、ヤギちゃんのと、私のと、で、一応番組のタイトル、ノープランでいこうの、ノープランっていうね。めちゃくちゃかわいい。すごいでしょ？なんでこの T シャツかっていうと、はい、実は、ヤギちゃんをお迎えして、うんうん、はい、私たち、ノープラン野球体験っていう企画を、ね、はい、今回やって、はい、で、なんとですね、コーチ役に、中田ジョージさんを、はい、お招きして、はい、もう声優界新刊のね、うん、素晴らしい映像が、すごいよ。なんだ、オープニングから、とにかくすごいですよね。オープニングからもうとにかくマックスで。マックスなんですか？ジョージさんのあんなテンション見たことない。見たことない。もうすごい絶好の野球日和で。うん、そうなんだよね、天気良かったね。もうすごい晴れてて。で、ヤギちゃんはソフトボール経験者だから、はい、今回お願いして、はい。なるほど。そうそうそう。やったんですよ。ブランクがありすぎて、足腰弱ってたから、私超へっぴり腰で、結構恥ずかしいんですよね、今。何年ぶりだったんですか？もうしばらく、で運動しないじゃん、私。なるほど。そうなるほど、なるほど。あ、なるほど。そうなんですね。うん、いいなぁ。すごい面白かった。そう、私がね、さっきも日ハムで号泣とか言ってましたけど、うん、今年すごい野球にハマって、はい、いろんな野球見に行って、はい、で、やってみたい。実際プレイしてみたいっていうところから、この野球体験になって、はい、で、まあ、走塁練習とか、しましたね。キャッチボールやったりとか、ゲッツーの練習したりとか、ゲッツー？そうそうそう。守備練もしましたね。守備練やったね。守備練。フライの球結構大変だね。フライ。取るのか。すいません、野球全然。すいません。そうだよね。勉強してきます、もっと。これから。そうそう。ありがとうございます。私も頑張ろう。そうそう、いいですね。うん、楽しそう。ガチで野球をやるっていうのが入ってるの、うん、プラス、うん、うちの番組の毎回いろんなダンスを踊ったり小芝居やったりしてるんですけど、それの名珍場面集っていうのをギュッと入れた、うん、まあ一応2本立て、うん、で DVD を今回3で作りました、うん、はい、おー素晴らしい。はい、めちゃくちゃこれ内容気に、だってなんか幅広くないですか？浴衣着たり魔女の格好してたりで野球したりサンタの格好してたり、そうそう、あとひよこの着ぐるみっていう。本当だ、すごい、コスプレたくさん、めちゃくちゃ盛りだくさんですよ。そうですね。で、パイセンも出ちゃってる。そうなの、楽しかった。抜け駆けです。しょうがないじゃん、あなただって野球ね知らないわけでしょ。ホームラン、ファール、三塁、
うん、いきなり送りバット送りバット送りバントだね送りバント送りバットって何バット送っちゃったちょっと野球怖いわバット送りつける野球勉強したら私も呼んでくださいぜひぜひぜひちょっと腕鍛えといてここ肩とかね肩とか結構使うから私簡単にいっちゃうんで簡単に簡単にカセットカセットいっちゃうので私あの後、うん、結構筋肉痛になったんですけど私も、うん、やばかったですよね、うん、太もものなんかもうパンパンさっていうかもうすごい容量とか投げたらあ東京フォームわかる野球わかりますよちょっとじゃあ本当わかりますってそれっぽい感じでやってみこれでもしよかったら、はい、美香子さんがスカウトしてくれるからやった、うん、こうやってやりませんっけそれバッティングじゃん今の話今のは予行演習今予行演習ですよね、はい、投球が何かも分かってないパターンかなすいませんどうしたすいません大丈夫すいませんちょっとやらせますんでうんうんこうやって待ってせーのなんでボーリングもう一回やってみますねもう一回やってみようかあ、そっかあれソフトボール投げもありなんですっけなしです。あ、なしですか。なしです。あ、それないんですか。腕回したらダメなんです。はい。じゃあ、こう持って。え、こう？せーの。何それ？なんか、カメハメハーみたいな。私、畑耕してるのに。じゃあ次、畑耕すとき呼んでください。そうだね。そういう企画の東京体験みたいな。呼んでください。はい。そうですね。そのときはお役に立ててみせます。ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。何のアピールだったの今の全然分かんなかったわあなたが出たいっていうアピールではいということで、うんうん、コミケで、はい、発売先行販売やります、ね、先行販売発売されます、はい、ぜひヤギちゃんも出てますので、はい、皆さん買ってください、はい、よろしくお願いしますこれの本編の方も放送がずっとやってらっしゃるんですよね、うんうん、そうなんです毎週火曜日の、はい、夜、10時から生放送で、はい、高橋美香子のノープランで行こうという番組を毎週やってます、はい、いろんなダンス踊ったり、うん、小芝居やったりなんか大喜利コーナーがあったりとか、うん、楽しいバラエティーだよだよ楽しいバラエティーだよはいということで、皆さんぜひご覧くださいはいお願いしますということで、はい、以上あなたの耳に職務質問のコーナーでしたゲストは高橋美香子さんでしたありがとうございましたやはりさくらのちょっと時間よろしいですかちょっと時間よろしいですか、うん、そろそろエンディングのお時間になってしまいましたはい番組ではリスナーの皆さんからふつおた番組の感想各コーナー宛のお便りをお待ちしております宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送超 A&G プラス矢作さくらのちょっとお時間よろしいですかまではいメールの場合は全て小文字でお時間アットマーク JOQ1.net真似すんなよお時間の綴りは OJIKAN ですなんそれからでしたでしょうかえぇ、ー、なんかジャージ着るとこういうことなるんですでもさこれさ今日ジャージ持ってきたんだけどこのジャージ、はい、これ私のパジャマなのマジっすか今日朝までリアルパジャマで普通に着てて私パジャマで着ちゃったんだけどマジですか。そう、肩や秋葉系だし、肩やメレブだしね。メレブではすごい似合ってるよ。これ今度からそれ着てよ。いやです。さあというわけで、はい、今日は何ですか。なんかはい。いろいろありましたね。そうですね。いきなりゲストさんいらっしゃって呼び込みとかもしなかったですもんね。そう。しかもねカバンの中。はい。先輩だからね。本当ですよ。先輩のカバンの中。そうですよ。ビーやるね。そこじゃねえ。なんでって。アサリ。サセンってね。いっぱいお話も聞けました。そしてこちら。改めましてね。3巻目ということで、はい、対戦も出てるでね、そうでここにその時の写真が、はい、あ、これ今ちょっとあれなんですけど対戦が同じジャージで写ってるそう、全く同じジャージで写
ってますけれども、はい、これ黒板に、ノープランで行こうって美香子さんがね、はいはい、書いたの。その下の余白に実はよく見ていただくと、パーちゃんちょっと時間嬉しいですかって、あの控えめに、すげー、あの書いて微妙に宣伝していきました。回転さすがです。そうです、さっきこれよく見てたら、その写真の上になぜかちゃんこが写っているっていう。なんでです、写ってんぞこれって。圧倒的な存在感。圧倒的にここに写ってるね、紫の、はい、ぜひ皆さん、あのパイセンもない体力を振り絞って、そう野球してきましたんで。いいじゃないですか、出来上がったら貸してくださいDVD 貸してくださいって、買えよお前。じゃあ買いますから。買えよ、買いますから、サインください。差し上げましょう、はい、美香子さんもサイン欲しいよ、よろしくお願いします。さあ、ではでは、もう一度ね、今日やりました、はあ、処分品の方をもう一度クリスマス処分品プレゼントの方ね、宛先の方をじゃもう一度さくらさんに言ってもらおうかな。はい、お願いします。応募は1人1通メールで受け付けます。はい、懸命にプレゼント宛てと明記した上で、メールの本文に住所、郵便番号、氏名、そして人には言えない恥ずかしい秘密を書いて送ってきてください。応募の締め切りは12月30日までとさせていただきます。30日のタイムスタンプ有効ですので、それまでに送ってくださいね、ということです。まあね、結構欲しいでしょ、欲しいでしょ、欲しいでしょ、欲しいに決まってます、欲しいでしょ、これみんな欲しいです。じゃあ最後に今年の総括を言ってお別れということで、そうですね、今年は何ですか、3月にあれタフで、タフで、まあタフで前の番組のイベントをやり、はい、で、学祭もね、はい、今年呼んでいただいて、はい、まあ、この番組関係ないですけど、某番組でですね、全くこの番組になってからの話は関係ないんですけれども、ね、はい、1年だからね、うんうん、やって、皆さんといろいろね、お話しする機会も増えまして、はい、大変に楽しかった、はい、来年もそういう機会が増えたらいいよ ね、 今度はこの番組でですね、お時間で、はい、そういうことができたらいいなと。まだ始まったばっかりですもんね。始まったばっかりですからね、はい、私たちまだまだもうあれですよ、フレッシュですよ気持ちが悪いですということで、来年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします、はい、お願いします。はぁ、というわけで、今年はこの辺でお別れの時間です。 お相手は小関千代さゆりとさくらあやねでした。来年もこのお時間にお会いしましょう。ひどい2010年の締めくくり方。12だよ12か